皆さんおはようございます。本日は10月20日金曜日、我々夫婦は羽田空港第3ターミナルに向かっています。第3ターミナルといえば国際線ターミナルですね。はい、もう到着しました。本日から4日間ですかね、その日程で我々夫婦は新婚旅行ということで韓国の方に行きたいと思っております。で、現在羽田空港第3ターミナルにいるんですけれども、こんな感じで人がいるような感じです。これから保安検査をして出国手続きをして、飛行機の方に乗り込んでいきたいと思います。はい、保安検査終わりました。今から飛行機に乗り込んでいきます。今回はですね、ゲートブリッジじゃなくて、なんだっけな、ボーディングブリッジからの搭乗ではなくて、こうバスに乗って飛行機に向かって、搭乗するスタイルなんですね。羽田空港からこういう風な感じで、搭乗するのは初めてなので、なかなか面白いなという風に思っております。で、ね、こういう風に見ていると飛行機って大きいんだなという風に思いますよね。そして下に車がいっぱいあったりとかして、まあ面白いです ね。飛行機があって、なんか車があって、でその下にまたちっちゃい軽みたいな車があってっていうのはセットで、こういう風な感じで並んでるわけなんですね。面白いですね。まあ、ANA の飛行機が並んでいて、まあ、非常に可愛いわけです。まあこんな感じで国際線なので、いろんな国の飛行機が見れるのがまず面白いところですね。で、本日搭乗する飛行機はですね、ボーイング787型機っていう、まあ、結構比較的新しい飛行機に乗ることができるということで、まあ、結構テンション高めな吉井でございます。でバスでどんどん向かっておりますが、なかなか遠くてですね、着かないわけなんですが、あ、見えてきましたね。これがボーイング787型機ですね。こちらに乗ってこれから韓国の金浦空港、まあ、ソウルにある金浦空港の方に向かっていきたいと思います。ご搭乗誠にありがとうございます。ドアが内側に開きます。はい、そしたらもう離陸の時間です。まあ、今回撮った座席はですね、結構こだわって撮りまして、まあ、離陸した後に、ディズニーランドが見えるようにということでこっちの席を撮ってます。この時間帯はこの滑走路の運用だよなっていうのをですね、あらかじめ調べておいて、その座席を指定しておきました。で、まあ、予想通り的中ということで、この滑走路からの離陸となれば、おそらくディズニーランドを見て韓国の方に行けるんではないかというふうに思います。まあ、一応僕飛行機好きっていうこともあって、離陸滑走の風景は全部お見せしたいと思います。そして離陸してしばらく経った後なんですけれども、はい、ご覧の通りディズニーランドが見えてきております。この浦安市の海側の方から大きく旋回をして、韓国の方に向かっていくというふうな、そういう航路になっております。この日は天気も良くて、非常に景色がよく見える、そんな日でしたね。都心のこの都会の様子もよく見えました。まあ、非常にゴミ粒のような建物が並んでいて、まあ、すごい密集しているなというふうな、そんな感じを受けました。はい、ではそんなこんなで日本を抜けて、もうすでに韓国のソウルの近くまでやってきております。韓国らしい風景が広がっていますねと言いながらも、韓国らしい風景って何なのって話なんですけど、皆さん見てください、この建物、屋上が全部緑色なんですよね、韓国って。まあ、それがすごく特徴的だなというふうに思いました。そしてマンションの形も、まあ、日本と違ってなんかこう鋭い感じのね、なんかこうなんていうんですか、氷河というか、なんかこうね、
霜柱みたいな、そんな建物がいっぱい建ってるなっていう、そんな印象を受けました。もう間もなくこの飛行機は金浦国際空港に着陸いたします。座席のシートベルトをもう一度しっかりとお締めください。飛行機好きということもありまして、着陸の風景はしっかりとお見せしたいと思います。どうぞご覧ください。はい、あっという間にイミグレーションと税関を突破して出てきました。イミグレーションでは何にも引かれなかったですね。どうぞみたいな感じ、まあ、どうぞではないですけど、パスポートを渡して、指紋を取って、そしてはいどうぞっていうような感じで、すぐに韓国に入国することができました。これからソウルの方に向かっていきたいと思います。はい、ソウル駅に着きました。これからマイディアミスターというドラマのロケ地を回っていきたいと思います。これから地下鉄に乗って移動していきます。はい、ではこちら新ヨンサン駅から歩いて10分くらいのところにある踏切なんですが、こちらがマイディアミスターでよく出てくる踏切です。マイディアミスター見たことがないという方はぜひ、こちらから見てみてください。 Amazon プライムで見られます。よろしくお願いします。ちなみにこのマイディアミスターに出てくる主人公であるおじさんなんですけれども、そのおじさんがですね、麻薬関係のことでちょっと検察から取り締まりを受けているということで、翌日ニュースになっておりました。非常にタイムリーな情報だったので我々2人は、なんかテンションが上がってしまったというわけですね。ちなみに今回の3泊4日の韓国旅行の日程ですが、全てよしこさんが手配をしてくれました。プランを練って飛行機の航空券を買ってしおりを作ってっていうのも全部よしこさんがやってくれてまして、3泊4日の旅行の計画をですね、もうみっちりとやってくれたので、今回の旅行は何不自由なく過ごすことができました。ちなみによしこさんは韓国語ペラペラなので、僕は全部よしこさんに現地の人とのコミュニケーションをお任せしてしまいました。ではこの後の、景色にくっつきましては、次のロッテタワーの風景が出るまで、しばらくマイディアミスターのロケ地をご覧ください。そもそもマイディアミスターのドラマって何なんだよっていう方はですね、ぜひ Amazon プライムからマイディアミスターを検索して、そこからドラマを見てみてください。そうするとあの踏切の凄さが分かってくると思います。おお、ここで撮ったのか、あの信用っていうね、そういうのが分かると思いますので、ぜひ一度見てみてください。あのよく韓国ドラマにあるようなその恋愛を描くっていうドラマじゃなくて、まあ、2人主人公がいるんですけど、そのどっちもですね、すごい幸薄い人生を送っている人たちなんですよ。その幸薄い2人が仕事で頑張って最終的には成功してやったーみたいな、そういう風な、まあそういうドラマになっております。まああらすじそんな感じですね。はい。さて1日の旅行の日程ももう間もなく終わりです。
ロッテタワーに来ました。ロッテタワーの高さはなんと555メートルあるんですね。なんとあのスカイツリーにちょっと近いぐらいの高さがあるようなそういうあの商業施設、まあ、超高層ビルなんですけれども、このロッテタワーからの景色が素晴らしかったですね。ちなみにロッテタワーって作るのにすごい時間がかかっておりまして、着工が2009年なんですよ。で、竣工が2017年2月9日、そして開業が2017年4月3日ということで、なんと8年ほどの建設がかかっているわけなんですね。これにはまあ、あの周辺地域の、まあ、地元の反対だったりとか、そういうのもあって、かなり時間がかかったということなんですけれども、まあ、最終的にこのような素晴らしい景色が見れるのはすごく嬉しいことだなというふうに思います。ただ、最近ちょっと客足が遠のいてるっていうこともありましてですね、あの非常に経営的にはどうなのかなっていうところはあるんですけれども、韓国一高いビルということで今回見学をさせていただきました。そして本日の旅行のメインですね、旅行のメインの、場所を訪れました。はい、それがこのサムギョプサルのお店でございます。はい、こんな感じで鉄板の上に、牛の死体、まあ、いわゆる牛肉ですね、それを乗せました。あ、豚ですわ、すいません、あの豚肉ですね、あの豚の死体を乗せて焼くというのがサムギョプサルという料理になっております。まあ、その他にもこんな感じであの、まあ、キムチだったりとか、漬物だったりとか、味噌、そしてこれがスンドゥブっていうね、そういうものになりますね。そしてその他にコーラとサイダーを頼みました。でお肉に関してはこんな感じで、あのこれよしこさんが焼いてるわけではなくて、店員さんがこうやって焼いてくれるんですね。それも韓国の特徴の一つだということです。こんな感じであの豚の死体がこうやって焼かれていって、こうやってちょぎ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 とハサミで店員さんが切って、そして火を通りやすくしてくれます。でこの鉄板の横にあるこのソースなんですけど、これめちゃくちゃ辛くて、これ何が入ってんでしたっけね、これなんか、まあ、唐辛子が入ってるんでしょうけど、ほんの少しつけるだけなんですけど、それがすごい辛かったんですよ。あ、もし皆さんの中で現地行って食べてみたいなっていう方は、このソースジャブジャブつけて食べてみていただければなというふうに思います。食べた3秒後にはもう汗だく、ハンカチがもう必要なほどの辛さに見舞われると思います。まだ焼き途中なんですけれども、もうすぐ動画も終わりです。こんな感じで豚の肉片をこうやって並べてくれて、火が通ったら食べていいよって言われるので、そしたら食べることができるということになります。1日目はほとんど移動で使ってしまってたので、2日目から観光地どんどん巡っていきますので、その動画もお楽しみに。それでは皆さん、次の動画でお会いしましょう。さようなら。